はい、レオンンチャンネルです。今回紹介するのはこちらグッドドドスマイイルルカンンンンパニー、ネンドロレオチャです。はいレオンチャンネルご本人がレオンチャンネルをレビューする日が来るとはもうこれはおもちゃレビュアーはガングレビュアーは利に尽きるんだけど自分がさホビー化するとか やばくないですかフィギュアシリーズっていうと、いろんなメーカーさんがさまざまなブランドのものを発売しておりますが、僕のこの体系的に絶対ネンドロイドが似合うだろうなっていうのと、あと個人的にネンドロイドはかなりの数持ってますので、そういうのと並べられたらいいよなーって思ってて、ネンドロイドができませんかねみたいなのを、言い続けた結果、担当者さんの耳に入って行きましょうみたいな、やりましょうみたいな、そういうことになって商品化されましたと。で、本当にこういう細かい 細かいオプションパーツからポーズ付けの手足の形状まで僕の要望をほんと細かく聞いていただいてこの合体ロボとかねいろんな遊びができるようになっておりますので細かく確認しましまょう裏話的なことを言うと去年の夏にネンドロイド化が決まって。 要は本来であれば、こういう細かいオプションの企画を進めていく会議とかも、録画したかったんだけど、コロナ禍全開でさ、結局担当者さんと直接お会いしなくって、リモートでいろいろ決めていって、で何度かのやりとりがあって、細かい仕様とかカラーリングとか体型とかを決めていったって形なんだけど、なので本当はさ、せっかく動画配信者として、自分のネンドロイドが完成されていく 様を動画にしたたかったんだけどどちょうど情勢まあそれでも本当こここうしてくださいこうしてくださいっていうのを全部見事に聞いてくださってこだわりのネンドロイドが完成したのはもうマジで嬉しいほんとさこの赤でも 中化でもない微妙なカラーリングこういうところの再現性もバッチリだし、で、製品版でこのグローブとかブーツも光沢感が増してて、いろいろ初期のサンプル品よりディティールアップとかクオリティアップしてるのが、ほんとすっごい すごい良い,いんだよな。で、内容物としては、レオンチャンネル本体と、オリジナルダイザロゴ入りね。それとダイザのシチュ首ジョイントの予備パーツ、関節パーツとか足交換パーツに腕交換パーツ、そしてレオンチャンネルロボと、武器用のエフェクトと。これで定価5000円となっておりますので、ここ最近のいつものネンドロイド価格って感じですね。 それぞれのパーツを解説していくと、まず台座がこのようなもので、白にレオンチャンネルの公式ロゴが入ってて、で、ここに支柱を差し込んで、背面にジョイントがありますから、ここに差し込むことで、ブスッと。ここ結構固めにはまりますね。これで綺麗に、 ディスプレイ状態にすることもできますし、ネンドロイドっていうと基本はこういうクリアダイザーがついてきますから、そちらを使うことなんかもできますね。まあ、結構いろんなネンドロイドを持ってる場合は、これが共通デザインになっちゃいますから、あえて今回は専用のものにしていただいたって形ですね。そしてレオンチャンネルロボね。これが今回のほんとこだわりポイントなんだけど、 三体合体ロボを実現したいっていうので作ってもらったやつで、ただカメラ要素も入れたいので、ビデオカメラ、三脚、カメラグリップの三つのアイテムが合体することでロボが完成すると。赤、黄、青っていうのもさ、往年の合体ロボ感のカラーリングっぽくていいっすよね。で、ここにもほら、レオンのここっすよ、バックルエンブレムね、これと同じものが 入りつつ、顔もね、レオンチャンネルのこの黒バイザーがロボにも反映されてると。しかもこれ意外と自立するんですよね。改めて、レオンチャンネルロボ全体見回すとこうで、これが3つにグリップ側、そして三脚側、カメラ側と3つに分離して、 この下半身をこうね、パーツを倒すことでビデオカメラが完成。内側がこういうふうにレオンのエンブレムになっておりますが、で、三脚はもうこの形で出来上がっておりますし、ここも造形むちゃくちゃ細かいっすよね。そして、頭部だったものがカメラグリップになると。で、これがそれぞれね、 連結して使うことができて、ここの部分にスリットがありますので、この出っ張りと位置合わせて差し込むことで、はい、ビデオ撮影状態ね。すごいよね、これ。こういうのお願いしたやつ。で、こうやってね。僕はね、自撮りすることが基本的にありませんから、こうやって自分の撮影スタイルのように前に置くことができると。こういう風に YouTuber っぽくカメラを前に置いてみたりとか、さらに、 これね、今度は丸ジョイントを使うことで、はい、カメラグリップがカメラと合体と、また別の、今度は手持ちのカメラ状態になりますから、最近外ロケの多い、あ、これ持たせよう。そう、持たせる手首も別で入ってます。なので、これ引っ張って外す。で、ここも引っ張って外して、サクッとつけてあげて、で、カメラグリップを 持たせると。ここね、固めにはまります。はい、そうすると、外ロケ撮影ポーズが完成と。<laughs> すごないこれ。これもすごいですよね。ちゃんと、カメラで撮影する時のようなスタイルになってると。ただ、こういうエフェクトパーツもついてますから、ここにエフェクトパーツをつけてあげて、カメラのディスプレイ側を畳んで、 あとはちょっとポーズ付けしようかな。曲げてる肘パーツが、これね、例のキック用の時に使う肘なんだけど、そこにグローブをこう付け直して、しかも今回の腰角ありますので、腰角を使いつつ、足なんかも微妙に角度を付ければ、はい、これでカメラ武器の攻撃状態も完成と、さっきまで平和におもちゃを撮影してたのに、急に、 バトルモードみたいな、そういうこともできると。ちゃんとこのミニマムなサイズでポーズ取れてますよね。かっこいいよ <laughs> かっこいいよもうやばいんだけど、なにこれ最高なんだが、ネンドロイドレオンチャンネル。すごいんだけど、ちょっと稼働のこと話そっか。何、ま、何話せばいい <laughs> 何話せばいいんだ全部すごいからさ。 ちょっとなんかほらこうやってさ変身みたいなさちょっとしたポーズもそれっぽく何でもつけられるんですよねでまず可動ほらここがねこうやって2つのヒンジパーツがついててここのおかげでめっちゃ実は上まで向けるんですよほらなんならぐんぐんポーズぐんぐんポーズあいけるわほらぐんぐんポーズ <laughs> ジュインジュインジュエンみたいな、ほら、ぐんぐんポーズいけるし、ま、こう、下から見ると気持ち悪いことになってますけど、顔の形状が特殊ってことで、こういう隙間があって顎を引けるような、光の巨人みたいな、ドワーン光の巨人みたいなアングルポーズもいけるじゃん。腕パーツね、ここが回転する。で、二の腕回転、グローブでも回転する。 さらに腰回転もありますね。ただバックルにちょっと干渉しますから、ある程度回転もいけて、足パーツもこれ引っこ抜くと取れますので、ブーツごと足パーツは回転。で、レオンチャンネルといえば、アイコンの左をこう腰に当てて、右をこうバッとね、まっすぐ伸ばしてるポーズなんですが、それ用のこういうね、腕パーツがついておりますので、で、グローブ部分を回転してあげれば、レオンチャンネル <laughs> すごくないすげえあ、あとここも外れるから一応回転もできますね。もうすごいんだけどほら、実際の全身の画像と比べるとまんまなんだけど、ネンドロイド倍するように 等身とかが若干変わってるんですよね。前にくしゃみさんに作ってもらったやつが、これもね、数年使わせていただきましたが、こっちが割と原作純鏡のプロポーションになってて、最初ネンドロイドもこっちのプロポーションをベースに全身のバランスが作られたんだけど、やっぱりネンドロイド、絶妙なプロポーションで表現してもらいたいっていうので、ネンドロイドオリジナルの等身にしてもらったって形ですね。レオンチャンネルポーズできるでしょアイコンの。あとは、 両腕をこう腰に当ててるイラストもありますので、それ用に、肘パーツ、曲げてるパーツも付いてますので、で、このグーのグローブを付け替えて、はい、ツイッターのヘッダーの画像と、これね、これと同じポーズを撮らせられますね。素晴らしいもうそうなると他のピンク、グリーン、ブルー、イエローのアクリル、 ディスプレイみたいな。出してほしいな。<laughs> このスケールに合わせたアクリルスタンドとか、欲しいな。レオンチャンネルって言えばこの2つ腕を上げた状態と腰に腕を当ててる状態ね。これが一番代表的なポージングですが、それを2つとも再現することができますよと。恐ろしいよね、このクオリティ。いやー、マジっすか。で、あとは例のキックポーズね。 それもできる用の、これはさっきのポーズの右腕を使いつつ、で、グローブをグーに変えます。これにね。そして左足を抜いて、キックポーズ用の左足がついてますので、これに、このパーツに変える、右足を少し傾ける、 左腕を上にして、この顔を前目にこう出して顎を引くと、ほら、これのおかげで、本来だったらもっと上半身を上げたいんだけど、上半身を上げてる風になるんですよ。で、右腕をこのように下げつつ、台座に差し込んであげれば、はい、例のキックポーズー <laughs> すごい、決まるこういうことももうちょっと と左足外に向けるかはい、こういうこともできると。上半身まっすぐなままなのに、顔の角度でちゃんと、それっぽいキックポーズを取らせられるんですよね。なので、ここの二つのパーツが連結してるところが首のすごい肝。はい、こういうこともできますと。<laughs> もう、専用のね、もうこれ専用の足首パーツですから、このために存在しますので、 こうやって付け替えて遊んでねと。もうフィギュアはね、断るごとにこのポーズをキックポーズ取らせたがりますが、ちゃんと今回のネンドロードでも再現可能と。素晴らしい素晴らしい素晴らしすぎるメインのポーズ付けとしてはこんなところ。ただあとはいろいろ角度を駆使すれば、あ、でもこれアクションポーズ用に使ってみるのかあ、いいじゃん超 みたいなおおすげえアクションポーズレオンチャンネルレオンチョープみたいなほーらすごくないなんかいろんなポーズがつけられることに感動ここは俺に任せていけみたいなバッみたいなそういうシチュエーションとか良いねこのポーズ用のグーがこれもねほら格闘構えポーズみたいな こういう風なポーズにも使えるんすよ。ちょっとこう内側にやればいいか。今日も一日頑張るぞいみたいなゾイちゃんっぽいこともいける。あと、この武器持ち手首を使って、はい、このような指差しポーズ的なポージングを取らせることもできますので、左腕は基本的にグーなんだけど、右手のパーツが結構豊富なんで、グーと、この開き手と、 武器持ち手首ね。結構それを使っていろんなポーズを楽しめますね。ヒーロー感すごい。こういうすだち状態的な、そういうのもありじゃないねこういうのもかっこいいっすよね。で、レオンチャンネルロボを、これね、持たせられるんすよ。こういうような感じで。 いけみたいな感じで、こっから、ぐんぐんぐんって巨大化して、合体ロボが出来上がるみたいな妄想が出来そうな、持ち状態なんかも、遊ぶことが、できます。有能有能なんだがむっちゃ遊べるじゃん、ほんと。すごいね。ちなみにサイズ的にはこんな感じで、ソードを、ネンドロイド、アルティメットルミナス、アーツ。大事なセット状態が基本になりますので、 ま台座込みで11センチぐらいって考えると、およそいつものネンドロイドと同じサイズ感ですし、あとは同じネンドロイドシリーズで自分の好きなキャラクターと一緒に並べて飾ることなんかもできますし、ほんとスケールバッチリだね。そうだ、あと、ネンドロイドって言えば、表情パーツの共有ってのが売りでもあるんですが、通常はね、こういう風に表情パーツを交換できたりするんだけど、レオンチャンネルに関しては、 そのギミックは形状的に省かれておりますので、ただ首パーツがジョイント共通なので、ああ、こういうことも、素顔が眼屈方みたいな、こういうこともできなくもないですね。かっこいいな、これはこれで。あとはあれだ、例えば同じ、このネンドロイドグリッドマンのオプションパーツ、キャリバーさんとか持たせられるんじゃないあ、 あ、ああいける全然いけるこれ誰かキック用足パーツ使えばいいか。わわ、いいじゃんこういうような、おー他の、ネンドロイドのオプションパーツを使っての、アクションポーズなんかも、顔こうやって。うわーうわーいい <laughs> この辺は予想外だな。 キャリバーさんん武装状態とかこういういいのもいけるんだへやっぱネンドロイドシリーズ様々なフィギュアが出てますので、だって今回僕1588番ですよ。1500体以上のネンドロイドが存在するってわけですからね。いや、そう思うと様々なオプションパーツを駆使してめっちゃ遊べそう。 ンドロイドロレオンチャンネルレオンチャンネル本人がレビューしながらポージングの様々な可能性を模索しましたがめっちゃ遊べるそして本当に何もかもが自分の思い通りに立体化してるって感じでもう妥協なしの。 超大満足な商品化でしたねこれは本当、もう忖度なしにめちゃくちゃいい商品ですよっていう風に言えるぐらいの最高なネンドロイドに仕上がっておりました。本当、くすばさんありがとうございます。いろいろとわがまま聞いていただいて。で、このフィギュア自体が受注販売じゃないですよ。一般販売で普通にホビー店の店頭に売ってますので、ただ嬉しいことにもうね、結構ネット上だと完売完売で、有名どころのオンラインサイトだと大体もう売り切れてて、あと今、 現状在庫があるのが僕が調べた感じだとまあ一部ホビーショップの店頭プラスアマゾンでもまだ在庫ありになってますから気になった人はぜひアマゾンでポチっていただくか販売店舗のリストとかはリンクを貼っておきますのでそちらをクリックしてみていただければなと思いますただ僕もね店頭何店舗か行きましたけど嬉しいことに結構売り切れてたないなーと思って店頭でこうずらっと並んでるのを写真撮ろうと思って行ったら土日でも売れちゃったんですよとかそういうショップもあって もうほんとで嬉しい。<laughs> ありがとうございます。では、グスマさんの公式の商品ページも含めて各リンクは下に貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。Amazon リンクも貼っておきます。以上、グッドスマイルカンパニー、ネンドロイド、レオンチャンネルの紹介でした。